昔から歌より喧嘩の方が得意だったっけ。お前はケファルニアの頃と変わらず綺麗だ。しょっちゅう泥まみれだけどね。でも私は私、これが農家の暮らしよ。手紙を受け取ったよ。なぜアルカディアにいると分かったんだ。誰もが壊れた槍を抱えてわしを連れた傭兵を探し回ってる。だから私もちょっと探してみたの。ケファロニアでどこに隠れようともお前は必ず俺を見つけたっけな。だってあなたかくれんぼが下手だもの。それはわざと見つけさせてたんだ。分かってるくせに。かくれんぼが得意だったのは私の方。じゃあ証明してあげる。ここで目を閉じて10数えてから私を探して。冗談だろ。昔を思い出すでしょ。それとイカロスを頼るのはなし。さ、目を閉じて。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。隠れてなくても探しに行くぞ。これがかくれんぼ？ずいぶん腕を上げたみたいね。別れてから有給の時が過ぎた気がする。早く会いたかった。いつからそんなことを言うようになったの？手紙を受け取ってからだ。こんなに楽しいのは久しぶり。別れてから今までに会ったこと全部聞かせて。お前が話してくれ。私の話なんか聞いたって眠くなるだけ。浜辺に行って話そう。サミにいた頃みたいに。マラカ、アピスタコシ。波乱万丈の人生ね。ところで大事なことを聞くけど、まだ息を止めるのは得意？息を止める？あなたはケファロニアで誰よりも遠く、誰よりも深く泳げた。よく海から最高に綺麗な宝物を持ってきてくれたでしょ。そこにいろ。
あまり長く潜ってるから心配したわ。完璧な贈り物を見つけるまで戻りたくなかった。すごく綺麗。あなたは私の心を温めてくれる。お前と遠く離れるまでどんなに大切な存在か気づかなかった。またこうして会えた。大事なのはそれだけよ。下手だったか。アナイス、どうした。あなたと会えてこんな昔みたいに過ごせるなんて。実はまだ言ってないことがあるの。結婚してる。そうか。早く言えばよかった。ごめん。家へ行こう。全部話すよ。
ようこそ我が家へ。結婚してたとはな。なぜ早く言わなかった？あなたに会ったら楽しい思い出が蘇って現実を忘れてたかった。ダントスがいなくなってから大変だったから。旦那はどうした？戦争が始まった時、ダントスの剣を狙ってきたスパルタ兵と戦って死んだ。残されたのはこの農場と息子だけ。息子がいるのか？アリオンよ。会ってほしいけど、また家出したところでね。探さなくていいのか？いつも同じ洞窟に行って強い戦士になるために訓練してる。男の子はみんなアキレスに憧れるもんだ。その通りね。そうだ、あの子と話をしてやってくれない？俺がか？退屈な母親の言うことなんて聞きやしないのよ。でも死を見てきたあなたなら、戦士になんてならずに農場を手伝うよう説得できるでしょ。わかった、話してみよう。ありがとう。怖がらせずに自己紹介するにはどうしたらいい？私がケファロニアにいた時の友人だと言って、和室会だって、あなたが私のお気に入りだって話はしてある。その子と仲良くなるのに父親について知っておくべきことはあるか？ダントスは畑仕事で指を骨折してね、治っても曲がったままだったの。それをアリオンにはお前が赤ん坊の時に掴んで小枝のように折ったんだって話したのよ。だからヘラクレスに祝福された子だと分かったって。アリオンを探そう。夫は息子とあの洞窟へ狩りに行っては、そこで夜を明かしたものよ。今は狼が住み着いてる。待て、今狼と言ったか？ええ、だから心配なの。あの子は狼を友達と呼んでる。しかもどうやら息子を守ってくれてるみたいなの。だから狼を傷つけないでね、アリオンが悲しむから。
あいつだ。奴らが攻撃しないなら俺もしない。うわ、すっごく強そうな戦士だ。お前がアリオンか。家に帰る時間だぞ。え、あなたは誰なの。お前の母さんとはケファロニアでよく悪さをしたもんだ。ケファロニア？市場に忍び込んで運べる限りのチーズやブドウやパンを盗んだりな。わしのイカロスが誰かが来そうになったら警告してくれた。じゃあわし使いのアレクシオスなんだね。お前の母さんからこの危険な森を抜けて家に帰るまでの護衛を仰せつかったんだ。でもここにいたいんだ。ここに来ると親父さんを感じるんだろ。父さんのこと何も知らないくせに。赤ん坊の時ヘラクレスの力で親父さんの指を折ったらしいな。父さんの指は大きくてがっしりしてた。
僕もこの手を父さんみたいに強くしたいから訓練してるんだ。わかるよ。だがまずはこの洞窟から出よう。狼が腹を空かせ始めてる。狼は僕を食べたりしない。友達なんだ。ああ、なるほど。友達か。とにかく行こう。母さんが寂しがってる。帰ったら強い戦士になれるように教えてくれる？いいだろう。さあ行こう。戻ったのね。母さん、迎えなんていらないのに。自分の面倒は自分で見られるよ。はいはい、そうよね。母さん、
この人に僕のこと話したの？そう、あなたのことをたくさん聞かれたのよ、怖がらせないようにって。怖くなかったよ、僕は勇敢なんだ。連れ帰ってくれてありがとう。何を笑ってるんだ？アリオを家に連れ帰ってくれたお礼に何ができるだろうって考えてただけ。いくつか思いつくことはある言ってみて、傭兵さん。あんなに一緒にいたのに寝室を見せてくれたことはなかったな。もっといいところに案内するわ。でも眠るのは無理よ。お前に限界はないのか失ったと思ってたものをあなたが目覚めさせたのよ。あなたには本当に世話になった。でもあと一つだけ頼みがあるの。役に立てるかどうか。アリオンは強い戦士になりたがってる。でもこれ以上家族を戦争で失いたくない。アリオンが戦うことを学べばお前と農場を守れる。農場は一人じゃやれない。私の言うことは聞かないけど、あの子はあなたを尊敬してる。目を見ればわかるわ。あの子と話せよ。聞いてもらえるかはわからないが。自信を持って。ただ種をまいたり古い草を燃やしたり鶏を何羽か締めるところを見せればいいだけ。あなたがやればあの子も興味を持つ。いや、アリオン。ああ。どうした？父さんに会いたいよ。話してみるか？ううん。わかった。代わりに、よければ俺の話を聞いてくれないか？うん、いいよ。俺は若い頃に父親と別れた。そしてとても遠くへ逃げたんだ。友はイカロスだけだった。ある日、いじめっ子が投げた石でイカロスの翼が折れそうになったんだ。で、どうしたの？これでそいつの指を切り落とした。レオニダスの槍だ。持ってみてもいい？ああ、だがその前に頼みを聞いてくれ。母さんにはお前が必要なんだ。強い戦士になれるよう訓練してくれるの？母さんの農場を手伝ってやる。仕事のやり方を教えてやる。でも農場は退屈だよ。僕はあなたみたいな戦士になりたいんだ。朝日を見るたびに夕日を見ることはできるのだろうかと考える。もう二度と会えないかもしれないと思いながら大好きな人たちと別れる。お前はそんな人生を望むというのか？いい子だ。さあついてこい。ヘシオドスという詩人を知ってるか？知らない。でもホメロスは知ってる。アキレウスもヘクトールもオデュッセウスも、あと大きな馬の話も。人を葬る方法を知りたければホメロスを学ぶといい。だが育てたいのならヘシオドスを学べ。退屈。なんで？新しい命を育てるには古いものを片付けないと。どうして？古い根が土の中にはびこると新しい植物の成長を止めてしまう。なんで？なんでもだ。次は鶏の締め方だ。でも鶏は好きなのに。家族を養うためには鶏を何羽か犠牲にしなくてはならない。今日のところはまだ殺さなくていいが、俺のやり方をしっかり見ておくんだ。
指を切り落とされたいじめっ子はどうなったの？逃げて兄貴たちを連れてきた。こっぴどくやられたよ。守ってくれる友達はいなかったの？そいつらと俺の間に小さな女の子が立ちはだかるまではね。その子はアレスのごとく怒って手を出すなってそいつらに叫んだんだ。本当？女の子？誰？その子は私よ。母さん、農場の仕事を教わってた。母さんなら勇敢になる方法を教えてくれるよね。ええ、いつかね。やった！アレクシオスはヘシオドスのことを教えてくれた。あと古いのは燃やせ、新しいのをダメにするからって。それから鶏を何羽も殺した。二人ともいい一日を送ったようね。この子は覚えが早いよ。ありがとう。かけがえのない子なの。あなたが来てくれてよかった、アレクシオス。悪かったわね、久しぶりに会えたのにアリオンのことばかり押し付けて。さあ、今からは二人きりの時間よ。テゲアに市場があるの。もう何年も行ってないけど、食べ物があってワインがあって音楽がある。それは魅力的だな。だがアリオンはどうする？あの子は大丈夫よ。テゲアで私と過ごすことだけを考えて。夜を過ごす前にアナイスの好きなことを突き止めよう。アナイスは一生分のオリーブをここに隠してるな。アナイスはここにワインを保管してるのか。強い酒だ。匂いだけでめまいがする。アナイスは蜂蜜を作ってたのか。